つだな。おめえをぶっ倒すまでオラ死ぬもんか。よし、オラ頑張っちゃうもんね。世界征服を企むピラフ一味がピッコロ大魔王を復活させてしまった。ピッコロ大魔王に多くの仲間を殺され、怒る悟空はキングキャッスルへ向かう。激突する悟空とピッコロ大魔王、ついに最終決戦が始まる。だと、は、身の程知らずめ。この勝負をどっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。よし、俺は思いっきり行くぞ。やってくれたな。このピッコロ大魔王のプライドをこれほどまでに傷つけたやつはお前が初めてだ。思いっきり来いよ。力全部出せ。おめえの本当の力見せろ。よくわかったな。さすがだ。フルパワーで戦うと私の寿命が縮まるんでな。できれば使いたくなかったのだが、そうは言っておれんようだな。覚悟はいいだろうな。そっちこそだ。これでオラもおめえを思いっきりやっつけられる。では貴様もパワーを出し切ってなかったというのか。たわむとを抜かしおって覚悟しろ。なんだオラの攻撃いくかんな。攻撃、このピッコロ大魔王様に攻撃だと。おめえはオラの大事なもんたくさん奪ってしまった。てめえ許さねえ。ありえん、こんなことがあるはずはない。よく許さん。
なんてことだ、このピッコロ様がやられるとはな。見事と言うしかないな。ただこのまま魔族が消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みは